コールドスリープ、みんなコールドスリープとかしたい？そう、なんかすごいさ、そのなんていうんだろう、研究者さんが、そう、自分がもうね、先が短いから死んだ後はコールドスリープしてくれって言ってコールドスリープを頼んで、やっぱあるよね、道半ばでさ、道半ばで倒れたら、そう、あのやり、あ、ちなみにそれはね、コールドスリープは失敗してるよ。なんか成功した例ってないと思う。やっぱ人の体って限界がある。やっぱ細胞分裂してる時点で体のさ限界ってあるじゃんね。やっぱがんとかもさ、細胞分裂でさ、どん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 悪いね、あの細胞がバーって増えてね、腫瘍がカシーみたいな、体に転移しみたいなね、あるじゃんか。ってなるとやっぱ人の体、ちょっと男女やめようかな、ロボット AI。 男女さ、でも人間だからさ、ホロライブでも数少ない、ちょっと変わる、そろそろ変わる時かな。やっぱこの若いうちに、なんかそろそろ改造して。いや、ロボコ先輩、いや、ロボコ先輩とかね、なる。なんかね、ハーフエルフとかも憧れたよ。ハーフエルフだったりさ、でペコラッチは何、ウサギ人間なんかな、あれは。でもなんか長生きしてるじゃん、100歳以上生きてるしさ、結局そこなんだよね、みんな。わかりましたか？ちょ、マリンにも伝えとくわ。やっぱ肉体は捨てよう。アンチエイジングなんてちょ古いよ。もうアンチエイジングなんてしてる場合じゃない。今の世の中はやっぱ肉体を捨てる、やっぱ人間である限りやっぱ衰えはある。うん、アンチエイジングなんてむずい、うん、っていう感じね。そう。すでに V は肉体を捨ててるのでは。勘のいいガキは綺麗だよ。あ、なんだって、バーチャルだからって、まあ、確かにその通りでございます。そう。